警視庁高速隊のパトロールカー高速道路交通警察隊とは、警視庁及び道府県警察本部交通部に設置されている執行隊である。一般道における交通機動隊とは違う。アメリカのハイウェイパトロールと同等だが、英語表記はエクスプレスウェイパトロールもしくはエクスプレスウェイトラフィックポリスユニット。略称は高速隊。 文字通り高速道路を管轄し、高速道路上における交通取締り、交通事故処理、自動車で逃走している被疑者追跡、事件が発生した場合の初動捜査、遺失物の扱いを管轄する。警察本部により、一般道も管轄することもある。隊長は警視。副隊長は警部であり、隊長は補佐、中隊長は、数名おり階級は警部である。なお、 高速道路交通警察隊の区域は通常の都道府県警察の管轄協会と異なり、都県境を越える最初のインターチェンジまで設定される場合もある。高速機動隊は小表記であり、パトロールカーのプラモデルシリーズに用いられた架空名称でこのような隊は実在しない。後部に電光掲示板を搭載した高速隊のパトロールカー車種はトヨタクラウンシロクロパトカー。 交通取締り用四輪車と覆面パトカー、交通取締り用四輪車が使用されている。2020年現在、全国的な配備車種には、トヨタクラウン、日産、スカイライン、スバルレガシー B4、トヨタマーク X などがある。速度違反や、挙動不振の車両を迅速に確保できる、要、3000cc 以上の大排気量のエンジンを搭載しているセダン。 スポーツカー型車両が選択されることが多い。トランスミッションは2001年頃まではマニュアルが主流であったが、現在はオートマチックが主体となっている。高速帯のパトロールカーは、交通取締りや事故の対応が主な任務であるため、ほぼ全ての車両に、速度計測器やパイロン、発煙筒などが装備されている。事故処理車に用いられる車種は、ハイエース、 キャラバンなどのワンボックスカー、走破性が高く衝撃吸収力の高いランドクルーザーのような大型 SUV も用いられている。名前の通り事故の処理や交通整理などを用途とする車両。用いられる車種は積載性の高いハイエース、キャラバンなどのワンボックスカーや走破性が高くて衝撃吸収性が高いランドクルーザーのような大型 SUV なども用いられている。 ネクスコ管理事務所に、併設の分中隊管轄区域内のインターチェンジに、ある、料金事務所や高速道路会社の管理事務所等に、併設する形で、本体、分中隊、分中所が設置される。例えば、北海道警察は、札幌市厚別区札幌南インターチェンジ近くにあり、東日本高速道路株式会社ビル敷地内にある。分中隊長は、 警部補か巡査部長である。規模は、本体分中隊分中所である。本体は、県庁所在地とは限らない。ハイウェイパトロールは、州警察でもあるが、日本は、警察本部レーカーの位置機関、井の住へ、井で始め、警察組織完全特本宝島社12ページから13ページ、参照、井の住へ、井で始め、 警察組織完全特本宝島社12ページから13ページ、参照大井松田五郎、バトカーマニアックス23歳、ブックス91ページから111ページ参照、大井松田五郎、バトカーマニアックス53歳、ブックス96ページから105ページ参照、は見み一、バトカー警察車両徹底ガイド宝島社68ページ、参照、ただし、 鳥取県警察高速道路交通警察隊、鳥取分中隊は、吉岡温泉インターチェンジに単独で設置されている。ありがとうございます。